はい。川崎球場からお伝えしております。今年のオールスターの第2戦、なかなかいいゲームです。6対4、セリーグがリードしております。倒し合い、高く上がった、レフト右を見て入ったホームラン、6対5、川端が打たれます。落合2打席連続のホームランです。さすが三冠王の落合、素晴らしい。稲尾監督と思わず一言言葉を交わして今ホームインです。6対5、1点差です。ハーフローちょっと高いですかね。見逃したら、あー、ベルトあたりですね。あの球は逃しませんね。しなってね、打ってますから高く上がってもぐん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 伸びますね。それとね、歩幅が小さいんですよ。ステップが小さいから下半身がね、開いてるように見えてもしっかり回ってますからね。有本さん、どうでしょう、今のコースを右にも左にも打てるんですよね。そうなんです。多分まっすぐだったら右中間じゃないですか。まっすぐだったら右中間がわからんね。そうですね、遅い分だけこれがうまく引っ張れるんですよね。素晴らしいゲームが続いております。このまま野球放送を続けさせていただきます。バッターボックスはブーマーです。今年のオールスターゲーム、セパ両リーグを通じて、年俸の話をするのも何なんですが、有本さん、480万円の年俸、一番少ないのがこの川端投手なんですね。そうですか。この人、それからよくやってるね。山倉が追っていきますが取ることはできません。カープが今の位置におるのは川端の功績が大きいですね。そうですね。パリーグはね、若いピッチャーがたくさん出てますよね。はい、渡辺、加藤、角、あるいは出てません、日ハムの河野とかね。はい、あるいは今出てる宋、はい、西武の角、セリーグは出てないんですよね。高木とこの川端ぐらいなもんなんですね。はい、それだけ少ないですか、年俸が。そうなんですよ。そうですか。はい、ボールカウンター1-3に変わりました。そしてこのブーマーの年俸をご紹介しなければいけません。9600万円。どうですか、随分高いですな。高く上がった、ショートフライです。平田が掴みました。これお金の話をついでにね、これだけお客さん入ってますでしょ。はい、昨年のね、3球場でやりましたよね、後楽園、甲子園、名古屋と。はい、総収入がね、4億9800万。そうですよ。その内訳はですね、先週年金が1億5600万入ると、はい、その残りはですね、テレビとかラジオとかあるいはプログラムの収入だそうですね。はい、ですからもうね、3ゲームいらないんでしょうね。2ゲームで中身の濃いゲームをした方がいいと思いますね。またその時期に来てますよ。それはやはり小林さん、田淵さんにも聞かなければいけません。一言ずつ、小林さんどうですか。僕もやっぱり2試合賛成論者なんですよね。もう東と西と1試合ずつやればいいんじゃないでしょうかね。田淵さん、そうですね、やっぱり選手の、私も選手の時にね、2試合でいいんじゃないかと。やはりその方が目いっぱいみんなハッスルすると思うんですよね。これはそう、ファンの皆さんも 80% から 90% 以上が、解説の皆さんがどう意見でしょうね。そうなんですよ、やはりね、中身の濃いハッスルプレー、いい技術、そういうもの見たいですからね。もう怪我はしたくない、早く終わりたい、そのようなプレーはね、誰も好んでませんよ。これね、選手にね、過酷なことを言ってもね、実際ね、後半優勝争わなくちゃいかんと思うとね、そういう気持ちになりがちなんですね。いいシュートです。2-3、
放送席石川さん、はいどうぞ。2回をパーフェクトに抑えた総勝雄投手です。いいピッチングだったですね。もう今日本当ね、ファンいっぱいの気持ちいいね、かまる。お客さんの声たくさん聞こえました。そうです、もう気持ちいいね。放送席で見ていて、総さんがどういう球投げているかよくわからなかったんですけども、まっすぐ、まっすぐとシュート、カーブね、あとチェンジアップ、チェンジアップ4つ使ったわけですね。そうです。セリーグのバッターから6人で3つの三振取りました。そうです。どういうところが良かったですか。今日の大オールスター第2人3人だっけね、もう全リーグ投球ね、あともうやっと本当に大切ね、もうファンいっぱいの気持ち良かったですね。そうです。どうもご苦労様でした。はい、総勝雄投手でした。はい、どうも嬉しそうでした。代打山本浩二が登場します。オールパシフィックリーグ、セントラルリーグもどうやらピッチャーが変わるようです。場内アナウンスでもお聞きのように、阪神タイガースの抑えの切り札、山本和幸投手が登板してまいりました。それではここでちょっとお知らせです。しかしスタンドも沸いています。ゲームは白熱しています。このまま野球放送を続けさせていただいておりますが、バッターボックスは長身の山本浩二、マウンド上はタイガースの山本和幸。昨日はうまいヒットをレフト前に持っていきました山本浩二。あのバッティングがね、できれば後半も自分自身で楽しみなんですよ、そういった意味ではいいヒットでしたと今日言っておりました。セカンドゴロ、フォースアウトだけです。この引っ掛けちゃうのがやっぱり僕一番悪いところなんですよねと、こういうんですよね。そうでしょうね、はい、リーチがないからね、ちょっと抜かれましたらね、待てないんですね、はい、どうしても手首でこねちゃうんですね、引っ掛けちゃうんですね。パリーグ代打、西武ライオンズの石根が出てきました。昨日は恥ずかしかったですよ、3打席連続三振ですからと田淵さんこう言っているんですがですけどね、あの石川、ここがあの入団した時のいい思い出の球場なんですよね。デビュー戦は村田兆治投手からホームランを打ち、ツーベースを打ち、はい、盗塁をし、まあ、それが頭にあったらね、そういうバッティングをするんじゃないですかね。なるほど。今日 のフリーバッティングを見ていた時の田淵さんの感じではこの石毛選手いかがでした。そうですね、僕見た感じはね、彼そんなに悪くないんですけどね、意外とあのファーストバッターをね、悪いとずっと悪いというね、あの癖があるんですよね。あ、なるほど ね。その代わり片ビースというのはグーンと体操を上げる、もう最初に打ちますとね、4-4なんか軽く打ちますからね。あえて右フォークを狙っていきました。今シーズンは開幕戦先頭バッターホームランで、張本さん、華々しいスタートでしたね。そうでしたね、まあ、昨年臨時コーチの時ね、一番悪いのはスタンス、ステップが広すぎるんだと、広いから下半身が回らないんだということをしてきたんですが、ものにしてきましたね。で3割飛んで4人、ホームラン15本。しかし私はまだ不満ですね。彼はもう3割5分近く打てますね。まだね、構えてから打ちに行くときに状態が下がるんですね。下がることによって目線が下がる、静止できない、こういう弱点がまだありますね。ですからね、このバッターの割には非常に空振りが多い、見逃しの三振が多いんです。それは目線が変わるからね、ボールをしっかり見ることができないんですね。これが治ったら、まあ、レーディングヒッター狙ってもおかしくない素材ですね。サジンが時々舞います。川崎球場、ちょっと風が強くなりました。西沖がポールに巻きついています。川崎球場、ご覧の通りの感じです。一発
ホームランが出ますと逆転という場面です。中盤近い8回の裏パシックリーグ2アウトではありますがランナー1塁山本浩二、バッターボックス西武ライオンズの石毛。現在今年のオールスター3打席連続三振中の石毛、4打席目になりますとタイ記録になりますが大丈夫、2-3。ちなみに最多連続三振4というのがありまして、野村さん、長池さん、そして市民、石毛選手のコーチが長池さんでしたから、石川さん変な記録紹介しないでよとテレビを見ながら長池さん思ってるでしょう。ショートゴロ、平田から一塁へ中畑が使いまして3アウト。8回を終了しました川崎球場の今年のオールスターの第2戦です。6対5セリーグのリードが続いております。パシフィックリーグはピッチャーが柴田に変わりました。ブーマーがレフトに回ります。そして山本がファーストに入りました。そしてバッターボックスは真弓です。さて移動レポーターの松下さんは今度はどこに行ってるんでしょうか。松下アナウンサー、石川さん聞こえますか。はい、聞こえますよ。今ちょうどですね三塁側なんですが、ダグアウトの右横記者席との間の通路にいましてね、はい、今のカメラが捉えているこの部屋の奥で今日のこのゲームの MVP を今センタルリーグ会長、ポセキリーグ会長代行、その他の皆さんで選考中なんですよ。今のところね、どうもリードしているセンタルのクロマティ選手が有望であるという感じで、まあ、パシックリーグがもし逆転するとその人もあるいは落合選手あたりも有望かなという感じもいたします。それでですね、この通路ずっと今動いてみたいと思うんですが、感じてますね、はい、ちょっと階段がありまして、この突き当たりの右側が、パシックセントラルリーグの三塁側のダグアウトなんですが、ここがちょうど医務室になってましたね、はい、今日はやっぱりスタンドかなり蒸し暑く途中になったようで、かなり の、ファンの方がですね頭に氷のを置きながらね、治療に入っていきました。それでね石川さん、もうちょっと曲がりますともうこういう箱が置いてあるんですよ。あ、何の箱、何の箱だと思いますか。商品の箱じゃないんです。これねもう選手たちが今日来ましたねユニフォームが、これで洗濯屋さんに向かうわけです。これ広島の大野投手ですね。運ぶわけですね。そうなんですよ、はい、ボックスも知らなかったっていうぐらいですね。これアンダーシャツアンダーに上げましょうっていうことになりました、これでね本当に汗臭いね、もうアンダーシャツがいっぱい並んでるところ、これジャイアンツのありますよ。こういうのはあんまり見せちゃいけないと思いますが、で私もねもう今日はかなり暑くなりましたんでね、石川さんこれでもう上着をですね洗濯屋さんに出しまして今日の、リポートは全部終了ということで、川端さんどうもお疲れ様でした。汗いっぱいで思いっきり打たれました。お疲れ様でした。ごでしたということでございました。以上伊藤リポーターの松下でございました。はい、どうも。その間に今松本が三振です。前にはセカンドフライに倒れておりました西村が風がありまして難しいだけだったんですがよく取りました。まあ、フランチャイズの選手でなければあの風の動きだったらあのセカンドフライは難しかったところですよね。そうですよね、はい、そしてピッチャーは柴田康美です。この人も軟式野球の出身でした。島原農場からライオンに入りまして、そして日本ハムファイターズという経歴です。そしてミスタータイガース掛布と対戦しています。田淵さん、驚くのはね、川崎球場にもこのタイガースファンが大勢ご覧のように詰めかけているんですね。そうですね、まあ、やはり公式戦になってもねこういうマナーのいい応援を してもらいたいですね。あーボールカウントワンストライクワンボールです。まあこの人はオールスターの MVP の常連でもあるんですが、今日は張本さん本当に MVP 難しいですね。難しいですね、まあ、順番をつけても難しいね、まあ、クロマティと若菜だと思うんですがね、
まあ、心情的に私は若菜にやりたいね。まあ、これ両方とも下がってますんでね、はい、非常に難しいですね。そうですね、まあ、パリーグの場合は打ち方によりますが、まあ、逆転打を打つと、まあ、それか落合でしょうね。落合にホーマー。小林さん、この柴田投手なんですが、はい、ボールがこれまでめっぽう速かったんですが、今シーズンはコントロールが良くなりましたね。そうですね、あの球離れが遅くなりましたよね。あの結構長くボールが持てるようになって、はい、あのリリースポイントが去年より随分低くなってますね。あ、そうなんですか、はい。いい当たりだ、センター前ヒット。それと久しぶりに見たんですけどね、はい、腕の振りが少し横気味といいますかね、スリークォーター気味に変わりましたね。なるほど、はい、これも高めに浮いた球が少なくなった原因だと思うんですけどね、はい。じゃあ市川さんね、今小林さんが言ったようにね、彼5年間僕一緒にやったことがあるんですけど ね、 そうですね、もっと上から張ってたんですよね、はい、それはあの日ハム行きましてからね、ちょっとスリークォーター気味に投げたということでね、コントロールがものすごく良くなりましたね、はい、だからピッチャーっていうのは一つのポイントを覚えたことによってね、こうも変わるのかとね、ちょっとびっくりしたんですけどね。そうでしょう、それは田淵さんの実感だと思いますね、はい、原バットのセンター。谷本さんもこの柴田投手がオールスターに出て原と対戦するようなピッチャーになるとは思いませんでしたね。ただね、まっすぐだけ取ったら素晴らしい速い投手なんですね、まだね、1球の重要さはまだ知らないからね。あ、まあ、俗に言う甘いところはありますね、はい、球の速さは抜群ですよ。この速いボールで三振に打ち取りました。9回の表オールセントランの得点はありません。さあ、いよいよ最終回、9回の裏、パシフィックリーグの攻撃ということになるわけなんですが、なかなかスリリングなオールスター戦になりましたね。そうでしたね、内容的には非常に面白くなりましたね、まあ、打撃戦のような形になってますから、しかも1点差ですからね、最後までわからないですね、まあ、最初にご紹介いたしましたように阪急ブレーブス、パシフィックリーグ